液晶構造を発現する高分子のことを液晶ポリマーまたは液晶高分子というその中である温度範囲で液晶性を示すものをサーモトロピック型液晶ポリマーという溶融状態で分子の直差が規則正しく並んだ液晶様性質を示す熱化蘇性樹脂と定義される厳密にはパラヒドルキシアンク鉱山などを基本構造としつつ それのみによる、ホモポリマーでは、有点が、熱分解温度を上回ってしまうため、各種の成分と直鎖状に、エステル結合させて合成した、方向属ポリエステル系樹脂のことであり、別称として、液晶ポリエステルとも呼称される。多く、成分や結合などを、名称の根拠とするプラスチックにおいて、アイオノマー樹脂と並び液晶ポリマーは、得意な名付け方がされたものといえ、 時に状態が液状だとの誤解を生むことがある。サーモトロピック型以外の液晶ポリマーとして、溶液状態で液晶性を示すリオトロピック型液晶ポリマーがある。LCP は、有点を引き下げるために強重合される成分で大別される。しかしながら、それぞれに特別な分類故障は備わっていない。本校では、タイプと称してナンバリングを施すが、 これは便宜的なものであり、一般に用いられている名称ではないことをあらかじめ断っておく。タイプ1と呼称する。最初に製造された液晶ポリマーの種類、タイプ2と呼称する。数は一般的な4、4ジヒドルキシビフェノールとテレフタル酸の例、タイプ3と呼称する。耐熱性と流動性の両立を模索するなどの目的のため、LCP は、 構成分子の改良検討が進み、すでに20種類以上の LCP が提案されている。一般に、溶融重合法により製造される。方向属ヒドロキシ酸のヒドロキシ元を無水作酸等によってアセチル化し、加熱して脱作酸重縮,縮合反応を起こして、直鎖構造を作り出す。溶融重合法で、比較的分子量の低いポリマーを製造し、 これを型小10号法でさらに重合号させる手法もある。1974年にイーストマンコダックがタイプ1を開発、上司するが、これはむしろポリエチレンテレフタレートの耐熱性向上を狙った、改出の一種であった。表面実装技術に対応すべく耐熱性向上を目的に開発されたタイプには1979年に、 住友化科学工業が工業化を行っている。さらに1984年には、セラニーズがタイプ3を開発し、機構部品への対応範囲を広げた。電気、電子分野では前述のプリント基板実装用の、他にもコネクタボビン、光ピックアップ部品のケースなど、さらにマイクロモーター部品などに使用される。フィルム成形したものは、 白装化や高周波などに対応する電子、回路基板素材として、また光学フィルムとしても、急速に採用範囲を広げている。自動車関連では、電装部品の他に、コンプレッサー部品や、ショックアブソーバー機構部品など、機械的な部品類にも採用されている。これは、事務用機器や一般の機械にも及び、パソコンや、副車機プリンターなどの内部構造部品、 回転機器の軸受け、油圧機構のシールパッキングなど、金属代替分野でも幅広い採用例がある。また、強度と断性率に優れた繊維や不織布への展開も図られ、漁網等水産資材用から光ファイバー構成材料などにも使われている。将来は、LCP が持つガスバリア性や性音と、精神性などの特性を生かし、 燃料電池構成部品などへの用途展開が期待されている。ありがとうございます。